今日はちょっとストロークのラリーと、あとボレーストロークのラリーと、またサーブやってからサーブからポイント、まず最後ダブルスっていう流れでいきたいと思います。まあうまく風もあるんで、うまく風を使って、風が嫌とかそういうことは一切言わずに頑張ってやってもらえればと思います。まあ、風の練習だと思ってやっていきましょう。まずはこう受け止めて深く返す、受け止める。だから無理にこう取りに行くんではなくて、ちゃんと軸足で待ってから足を出していくっていうイメージ。待って足を出す、もう待ってればこれ処理できますね。しっかり軸足で待つ。イメージはキャッチするイメージね。ボールをキャッチするイメージで。あ、ごめんなさい。で、あともしできるであれば、例えばここでボレーしてて、そこそこいいボールいったらちょっと前詰めてハイボレーとか、そういうのもちょっとできたらやっていきましょう。だからずっとここにいるのもおかしいってことです。ずっとここで、多分これミスんないと思うんで、ここでずっとハイボレー、ずっとハイボレーっていうのはこれ練習にあんまならないんで、なるべくサービスラインのちょっと前ぐらいからここでしっかりボレーして、うまく入ればちょっと前に行ってハイボレーっていう感じで、あ、こんな感じでできたらいいかなと。ずっとラリーっていうよりは、うまくいけば前に行くっていうのもちょっと意識しながらやってみましょう。ちょっと足のリズム見ててくださいね。
あーごめん。こんな感じで分かりました。まあ僕がちょっと一個言うと、スプリットステップ必ず僕が打つ瞬間にしてると思うんで、それがリズムの始まりで、まあ、これできてない人はリズムできないと思うんで、ずっとやってましたよね、しっかりね。僕は相手が打つ瞬間にパッとリズムをしっかり整えて、そこから足を動かしてパッ打って構えてパッて、これをずっとやってると思うんで、それをまあ、できるようにやっていきましょう。いきましょう。ふいふい、よいしょ。ふいふい、ナイスボールです。オッケー、ナイス。ふい、ナイスボール。今のすごくいいですね。ナイスショー。はい、オッケー、ナイスショー。前へ、うお願いします。はい、ああはいはい、ナイスボール。惜しい。もう一回いきます。もう一回いきますね。もう少しボールが来るのと一緒にこう引いちゃってるんで、もうちょっとだけターンを速くして待ちましょう。はい、いきます。そう、オッケー。はい、ターン速くして。そう、ナイスボール。オッケー、ナイスショー。グッド。はい、あと打点前。そう、打点前。そう、はい、惜しい。で、打った後に自分のボールを見すぎちゃうと次が遅れちゃうんで、打ったらすぐ次の相手見て準備してください。はい、ありがとうございます。おー、ナイスショー。ナイスキャー、構えて。オッケー。あー、よいしょー、よいしょー、よいしょー、えいえい、よいしょー、えいえい、ごめんなさい。ナイスキャー。よいしょー、惜しい。そこまですごいナイスラリー。キャッチするイメージ、キャッチするイメージ、あんまり振らないように。そう、キャッチ。ナイスか。あ、惜しい。なんかちょっとフォアボールは今こういう動かしちゃったんですけど、はい、ちょっとだけこういう丸く動かすような、こういう、そう、例えば、そうですね。で、ラケットの面だけでこうやってやるんじゃなくて、腕全体でこう描くような感じ。ちょっとだから、あ、そう、まっすぐドンっていくとドンって飛んでっちゃうので、その力を殺す意味でもこういう動かし方の方がいいです。そうそうそう。ちょっと下の円、丸を描くような。そう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 。ナイスか。ちょっとラケットの動かし方をもうちょっと、こういう丸く描くような感じ。丸く描く、今こう出ちゃって、まっすぐ出ちゃってるんで、はい、これを例えばこういう障害物あったら、これを触らないでなぞるような感じ、まあ、よく赤ちゃんのお尻を拭くみたいな。そっとそうすると、その相手の力をちょっと、まあ、威力をちょっと殺すことができるんです。
ちょっとやってみてください、はい、そう、ちょっとギュッと絞るような感じ、そう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 、そう、セット早く、ナイスキャッチ、そう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 、そう、おいいですいいです、そうそう、うん、今いいですね。ただこうちっちゃくならないように。手首で動かすのはダメですけど、こういう動かし方ならいいです。腕全体で。はい。はい。はい。もう一球。打ったらすぐ相手見てくださいね。はい。相手見て、そう。相手見て、そう。オッケー、相手見て。開いてみて、ナイスボール、ナイス、オッケー、ナイスキャー、はい、あ、すいません、もう一回行きましょう、リズムよく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 、オッケーです。でも今ぐらいテンポが速くても打った後にすぐ相手見てってやっとけば遅れることが多分ほとんどないと思うので、それ続けてやっていきましょう。ナイスラリー、はい、OK、 いきます、はい、 OK、 OK、 それではナイスキャー、あ、ごめんなさい、もう一回お願いします、でーす、そう、えい、オッケー、オッケー、オッケー、ナイスボール、いい、すごく良くなってるんで、ここのここがちょっと寝ないように気をつけてください。こうやってやると負けちゃうんで、ちょっとこの角度しっかり保ったまま前で前で取っていきましょう。でボールの後ろにとにかく大変かなっていう予測してセットしていきます。低かったら低くセットするし、中ぐらいだったらこう、高くだったらここっていう感じ。低いとこ来てるのに上からこういかないように気をつけて。はい、とにかくそう、高さに合わせてセット。そう。そうそうそう、セットして、オッケー、ボールの後ろにセット、そう、セット、オッケー、セット、はい、オッケー、そう、セット、そう、オッケー、そうです、セットして、ごめんなさい、ナイスボール、今ぐらい早めにセットして予測しましょう。もう一球、オッケー、そう、はい、セットして、セット、そう、セット、惜しい、ちょっとだけこう面が崩れちゃったんで、しっかり面作って、そうそうそう、やっていきましょう。サーブを土井さんが打ちます。横から行くんですかね。横から切るんですかね。横から。そうです。おお、曲がってる。すごい。だいぶ横から。おお、すごい。そう、ただやってる、そう、そういう風にしか見えない。そう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 。ここの角度だったらいいのかな。横に切れるやつお願いします。わー、曲がってますね。でもだいぶ横から出てますね、ラケット。うわ、すごい曲がってるよ。わー、スライスマシマシマシですね。ありがとうございます
はい、どうぞ。おお、とりあえずおおって言っときます。アジア大学ではネットしちゃいけないって言われてるんですけどね。そうですね。もう次は後ろから見てみましょう。特に僕は何もコメントしてませんけどね。じゃあ後ろから見てみましょう。まあ、絶対ネットしないと思うので。ああ、上に伸びながら打ってますね。打点も高いです。おお、ナイスサーブ。ラスト。結構緊張しますね、ラストは。おお、ネットしなかった。ガッツポーズも出ましたね。入っている、内緒。お、4連勝。お、やばい。走って。誰か、わかんない。いや、入らないんだな。よし。アウトか。おー、ナイスショット。あー、すいません。お。いやー。